どうも皆さん、こんにちは。ワッソンでございます。それでは、エルデンリング続き遊んでいきます。では、前回、日陰城を攻略したことで終わったので、続き。一回、あれかな。火山館に戻りましょうか。一応、依頼は達成したからね。ターニスさんがこっちか。ご報告？聞こう。またやってくれたのだな。俺はいつものデータ受け取ってくれ。素顔どんな感じなんだろう、このターニスさんって。イェーイ。なんか壊しちゃったごめん。ヘビズの角じゃねえわ。ヘビ漏れの刀。さて、貴公にはそろそろ伝えておくべきだろうな。火山館の真の主、我が王、ライカードについて、なんか言ってたね、ライカードって。黄金寺は遊人に祝福を与えた。だがそれは、導きの使命に対してとても小さい。故に、遊人は力を漁り、争う。そうすることを求められる。かつて、エデンリングを砕けたとき、大ルーンの君主たちが求められたように、我が王はそれに憤った。分けやられたものを漁り合う、そんな浅ましい生き方など受け入れられぬと。黄金寺が、神が我らを愚弄するならば、戒律の冒涜を犯してでも尊厳の反旗を翻す。それが我が王ライカードの決意であり、火山館の意志なのだ。ここにいる人もルズボの騎士かな、あれって。以降がこのまま英雄の道を行くならば、いずれ我が王に見えるだろう。戦うの？それともただ会話するだけ？戦う者たちの開墾はいつも美しいものだ。その時が楽しみだよ。ふふふ。ふふふってなんか気持ち悪かった、今の。ライカードって単純に使えてんのかな、このタネシさんが。さて、さっきゲットした2連切り。毒ですか？出血じゃなくて。なるほどね。難しそうだ。で、新しい依頼は来ている？来ているね。赤い手紙。結構人減ったな。結構買ってたな。では、改めます。戦記の人ね。ラーヤちゃんとかいないし、ディアロスもいない？みんなどこ行ったんだろう。で、一応赤い手紙。コスローやん。血潮の騎士。個人の山霊にいる。最後のそれは、最後なのかな、これって。まあいいや。一応、どこ？あ、ここか。まだまだ行けないとこだわ。で、もう一個前回ゲットした絵画かな。ここ、行けるんじゃないかな。あそこの光景なんだとしたら、ここら辺だと思うんだよな。角度的に、ここら辺？こう、角度が違うな、少し。ああ、ここまで来るとランサックス来んのか。だったら、雷カット高めるプラス、物理以外のカットを大きく高めるを装備して、行ってみようか。あと、ここ呼べるね。呼ぼう。よし。行った、行った。なんかもう邪魔な羊というか、もう。OK、ありがとう。あのゴロゴロ転がるやつが鬱陶しかったね、今。おい、痛いけど、難しいな。ただ、あそこにいるランサックスが、ハイガンとかだと思うんだよな。一回ちょっと、もう一回行って無理だったら諦めようか。馬だからいけないのか、ワンチャン。おー、そういうのもあんのね。無理だな。おー、今の逃げれるかと思ったけどな。一回試してみようか、あれ。配便振り分け。ラスト、オッケー。緊張した。やった。おお、ランサックスの薙刀。あれ、竜の心臓は？あれ、竜の心臓もらえるんじゃないの？いや、それでも倒したわ。やっぱ遠距離最強なんだよな。ああ、もうヒットアンドアウェイ繰り返したわ。オッケー。で、あそこに行くための目的としては、絵画なんだけどね、俺は。おお、なんだこの人。消えた。あ？ハープ棒。ここだ。あ、ここは絵画の場所ってこと？ハープ棒。義勇詩人の盾ごと弓としたものか。連続射撃ね。あんま弓使わねえからな。あ、そういえば、あと。あ、祈祷なんだ、ランサックス。うわ、40。ホルサックスの姉であり。誰、ホルサックス。40か。使ってみてえな。あ、これも41なのか。あ、これも使ってみたいな。40まで上げるか、じゃあ進行。まあ、36まで上げれば、ルーンの子のおかげで5上がるからいけるかなって話だけど。まあいいや、とりあえず勝ちましたと。では、レベルアップといきましょうか。1レベルかな、上げれるのは。どう上げますよ、じゃあ。OK。で、あ、そうだ。1個思い出したわ。前回、聖杯の雫ゲットしてなかったっけ、俺。これか。これは爆発ね。装備重量は軽量となる、死亡時にルーン落とさない、溜め掘り強化、進行を高めるか。はんはんはん。まあ、あんまりだな、個人的には。じゃあいいや。じゃあどうしようかな、次は。こっちの方行ってないかな。あー、でもその前に。あれ、義手ゲットしたからさ、義手、あ、こうか。あれ、いないんだっけ？義手ってあの人に渡すんじゃねえかなと思ったけど、いないか。あれ、どこ行ったんだろう？ゴーリーさんだっけ？あの人にお話聞けば居場所わかるかもしれん。あら、行ってみよう、少し。おお。
結構上がったね、本当に。前まで3発だったのに2発できるようになったわ。強い強い。ゴーリーさん、居場所知りませんかと思ったらいるやん。あれ、なんで？ああ、君だったか。なぜかこの場所に懐かしさを感じたな。もしかしたら誰かに会える、じゃね、出会えるものかと思い、訪ねてみたが、見ての通り誰もいなかったよ。なんで？旅立ちに望んでいたのかもしれんな。別れを告げ誰かを。君のおかげで旅立ちができたのだ。もっと強くなればな。ん？ゴーリーさんは？てか渡せないの？これ持ってるよ。これ。ダメか。何や？ゴーリーさんおらんやん。ロードしたらゴーリーさんになるかな？ロードするとゴーリーさんいるやん。なんで？あれ？あんたさっきおらんかったや。ミニセントが訪ねてきていた。おや、ご存知でしたから、確かにこのミニセント、確かにミニセントはこの暴れ屋に訪ねてきました。確かに残っていたのでしょうな。腐れ病が壊した記憶が。けれどあの娘はもう私に会うべきではありません。あれは旅立つべきなのですよ。私などに関わらず、自分の運命に正しく向き合うために、王子なの和光のためにあらんたするならば、忘れられるが一番なのです。すごいな。親代わりだったはずなのに忘れてもらうっていうな。ぐらいか。なんや、渡せんや。戻ろうじゃ。火山館ってどっから行けばいいんだろう。火山館への道みたいなんがさ、どっかがこの上なのかな。だからここ行けばいいのかな。ここにうっすら道っぽいものあるような、ないかな。ただのシミ？あれ？あれ？なんでここにいるの？あれ？さっきぶりじゃん。まあいいや、話しかけてみようか。君、また会えたな。うん。ああ、私の方は問題ない。あれからずっと赤い腐敗はうごめいていないよ。おかげでこうして旅を続けられている。だが、歯がゆいことだ。もし私がこの右腕を切り落としていなければ、あ、剣がなんとかつったな。渡すよじゃあ。あ、これ渡せるんだ。君、この義手は私に譲ってくれるというかな。感謝する。君には世話になるばかりだ。だがもし、この義手が私に扱えるんなら、まだ剣を震えるかもしれない。ああ、そうですか。そんだけ？何か漏れるわけじゃないんだ。なんだ。まあ、現金のやつだけどね。やっぱ見返り求めちゃうよ。で、ここの下行ってもシャアなしで、この上は、あ、でもあれか。待ってよ、この先に、ウィンダムの地下墓って行ってないんだっけ、俺。待ってよ。地下墓は行ったわ。この下やこの下。あ、ゲルミア火山、ここか。こっから行くのか、じゃあ。お、で、先輩があるやん。よっしゃー。連続射撃。なにこれ。ゲルミア火山ね。あ、一応種子、地脈かなんかが噴火してんのかな。ガスか、これは。種子、なんかあそこにもやもやあるな。ここはなんだ？あれ？あ、違った。パッチかと思ったら全然違ったわ。オッケー。ここは何？まあ、使ってみよう、あるし。ないし。あれ、もう使い切った、俺。あれは、そうでしたか。使い切りましたか。使いすぎたな。またいつか来ようか、じゃあ。あ？ちょっと待って、バジリー。お前ら普通にいんのかよ、バジリスク。あっぶね、怖っ。ちょっと待って、火山バジリスクの普通、あ？あ、びっくりした、バジリスクじゃねえわ。普通にバジリスクの生息地帯なんだ。ヘルパー。え？この先行ったら火山館に行けるわけ？ん？なんだあれ。ゆくゆくはあるな、一応。ホゴヌルン6。火山館ではないよな、あれは。ああ、あいつらだな。よくわからん機械だ。クラディがいっぱいいて、中入れそう。オッケー。電気連発、火の花。え？ライド取りで。あいつやばそうじゃね？召喚できないよねー。おー、大爆発。頭が大爆発。おっと、火の玉だ。痛い。あ、ちょっと待て。遠距離が有効か、これ。ヒップドロップ。オッケー。よ。司教の大円錐と司教の鎧。わ、筋力45、やば。燃え盛る炎を放った巨大土。体に揺さびる激しい炎姿。あ、突進か。いや、きつそう。いや、それにしても強かったなぁ。んで、ここはオープンザセサミー。敵はいない。アイテム、正方向7。7は、あ、巨人火の火炎壺だってさ。何それ？これか。進行により強化か。面白そうだね。いつか使おうかな。んで、この上は、もうめっちゃやられてるやん。た、ん？ひ、愚かな連中よ。生き残りがいるな。お前たちに見つけられるものか。あ？見つけられるものがってさ、隠れてんのか、あいつ。宝箱開いてんのがムカつくなぁ。誰が開けたんだろう。ひひひ、愚かな連中よ。どこにいるんだ。あ、俺？ひひひ、私だけは、生き延びてやる。火山館に戻ってやるのだ。炎のサソリ。この人か。炎のサソリね。炎攻撃で早めるか、カトリスだからか。この人でしたか。まあ、それだけのイベントでしたか。はい、というわけで本日この辺で終わりましょうか。いや、なんかまあ、あんまり密度はないけど、一応なんだっけ、名前忘れちゃった。
石器湾の乙女の人のイベントが進んだのかな。まあ腕渡せたし、あとまあランサックス倒したからね、まあ個人的には次回以降の目標、健康40超えっていう目標ができたから、まあそれを達成していきたいと思います。ここはもうないよね。うん、ぐるって回ってみたけどないね。というわけで次回は火山岩攻略。うわ、溶岩めっちゃあるわ。何、あ、溶岩ドリューいたし。こんなとこにもいるんだ、あいつ。あー、一応逃げます。というわけで次回は、まあ、あいつ別に倒してもいいしね。まあ、いろいろやっていきましょう。というわけで、また次回の動画でお会いいたしましょう。またね。